皆様、こんにちは。こんにちはだぜ。今回はラストシグナルというホラーゲームを遊んでいくわよ。ラストシグナル？最後の信号という意味か。タイトル画面の背景が廃墟っぽいのが気になるわね。それじゃ、早速始めるわよ。腐敗が始まってから15年が経った。なんか、不穏な一文で始まったな。かすかな無線電波が静寂に包まれた街によみがえる。半年以上ぶりのことだ。状況は絶望的だ。世界崩壊の危機って感じかしらね。想像以上にヤバげな状況だな。あら、ここはマジモンの廃墟だな。無線信号が弱い。もっと高い場所を探さないと。まだ生存者がいるかもしれない。主人公は無線片手に生存者を探しているようね。ここはかつては街だったのかな。車の残骸がそのまま残っているのぜ。人は愚か、動物の一匹も見当たらないわね。生物らしい生物の気配が一切感じられないんだが。主人公はこんな過酷そうな環境でよく生きてこれたわね。この辺りの地域だけがこんな感じなのか、それとも世界全体がこうなのか。あら、ここ登れるわね。うわ、なんだこれは。地？人間の遺体なのか。この赤いの、もしかしたら地じゃないかもね。腐敗が広がっている。今、安全な場所はどこにもない。もしかして、遺体や地表を覆っていた、この赤く脈打ってるものが腐敗なのか？多分ね。なんか、腐敗って呼ばれているけど生命体みたいにも見えるわね。気持ちが悪いのぜ。ここに来て信号が強くなってきたな。進まなければ。なんか、光を浴びてヌラヌラツヤツヤしてるわね。溶岩地帯みたいだな。ここの板を登ってさらに高いところを目指してみましょうか。ここにも遺体が、本当に生存者なんているのか？向こう側に渡ってみましょう。この雰囲気、新女神転生5を思い出すわね。言いたいことはなんとなくわかるのぜ。壊れたビルがいっぱいだったからな。結構登らされるわね。全然生存者は見当たらないけど。それを阻止するために何かできればよかったのだが、どうやって知ることができただろうか。それっていうのは、腐敗のことかな？ぶっちゃけ、人の力でなんとかなったのかな？どうなんでしょうね。階段がどこまでも続いているな。あら、そろそろ階段も終わりかしら。この感じ、ビルの屋上が近そうだ。この板を渡れば良さそう。うわぁ、一面真っ赤なドロドロに地面が覆われてる。屋上だわ。前方に進めばクリアな信号が得られるはずだ。何やら機械があるのぜ。これはアメリカ空軍司令部からの自動メッセージです。このメッセージが聞こえたら、直ちに避難してください。繰り返します。直ちに避難してください。うわわわ、ちょっと待つので、主人公がいるからまだ空爆はなくので。避難してくれって言ってから秒で爆撃されたわね。あれじゃ助からないわ。だからおめえはなんでそんなに余裕なんだよ。ゲームはここまでね。短いながらも、崩壊しかけた世界を散歩できるのは個人的に楽しかったわね。冒頭で主人公が拾ったという無線信号って何だったんだろうな。最後に主人公が見つけたアメリカ空軍からのメッセージを伝えていたあの機械が信号を発していたんじゃない？腐敗に覆われていたのはあの地域だけだったのかな。少なくともアメリカ空軍は存在していて地上を爆撃できる程度の戦力は残っているようだったな。いろいろと想像がはかどるわね。このゲームはフリーゲームなので、週末世界を散歩したい視聴者さんはぜひ遊んでみてね。最後は爆撃されるけどな。それじゃ、今回の実況はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。またなぁ。